口頭に。申し訳ございませんでしたー。うちのネルが本当にそちらのミエルちゃんをそそのかしてしまってー。どう責任を取ればいいのかさっぱりですけど、責任は私が取ります。真には怒ってないけど、あのネルの慢心な態度はどうにかならないのですか。まあ、うちのミエルのおバカっぷりも相当ですけど。ですよねー。お互いおバカさんがいたら大変ですよねー。うちのミエルを悪く言わないでくれます。すいません、悪いのはうちのネルです。はい。朝から来てみれば結構荒れてますねー。仕方ないわ、お互いの構成員が粗相を犯したのだから。すきや、今回はちゃんと時間通りに来たんですね。そうねー、もう少し寝ててもよかったんだけどミユ様が来るからねー。でもまさか契約詐欺に引っかかるのがうちじゃなくてレイアポストールの方とはねー。うちら獣族は本能で動く子が多いから騙されたって言われても納得なんだけど。まあ、目的がヒーラーが欲しかったって理由みたいですしね。ヒーラーか、それはうちらには縁遠い話やねー。そんな繊細なことできる子おったかな。今集まってるのが円卓のソロの中で五皇帝連合と呼ばれる未来伝から天帝伝の最高責任者。最高責任者といってもちゃんと威厳のある人もいれば組織としての地位は高いのに威厳が全くない人もいる。とりあえずミールの判決で決める。そちらのネルにはそれなりの処罰があることは覚悟しておいてくださいね。はい、でも私こう見えて3番目に生まれたということもあって、ネルにはちょっと頭が上がらないというか。私今こそヘブンズハートの最高責任者をしてますけど、もともと最高責任者は1番目に生まれたネルで私は責任者でもネルの言うことにはなかなか逆らえなくて。それでも責任者を降りたなら今の責任者の命令を聞くのは筋でしょう。しっかりしなさい。はい。最高責任者で困ってることがあるならいくらでも相談に乗ってあげるから。ゲールさん、本当助かります。ゲールは厳しいけどちゃんと面倒も見るから組織内外問わず信頼があるんよな。それがゲールのいいところですからね。皆さん、お待たせしてすいません。ちょっと交通機関が立て込んでてね、ちょっと遅れちゃったんだ。そして、この結晶ミックスデラックスを買いにお店で並んでたわけじゃないよ。ミール様、100歩譲って遅れたのはいいですけど、服装くらい整えてきて。主様の前でそのような姿を見せれるのですか。あはは、それはちょっときついね。私今頑張ってお人やかなイメージを持ってもらおうと頑張ってるから。お人やか、一番ミール様からほど遠いじゃないですか。控えめに言って、おっちょこちょいの子供って感じですよね。ちゃんと私たちでフォローしますからね。せめてご主人や他の配下の子たちにはバレないようにしましょう。ありがとうね。とりあえずこのジュース飲み終わるまで待ってもらっていいかな。せっかく並んで買ったんですからゆっくり飲んでください。別に並んだわけじゃ。ほら、いいから、大体わかってますから。というかネタとルイデンの最高責任者がわざわざお店に並ぶって面白いやつですね。ふう、ジュース美味しかったし、服装も問題なし、それじゃあこのまま始めよっか。ミール様が満足ならそれでよかったです。それでは本日緊急の五皇帝連合会議を始めますね。前日に、ヘブンズハート、所属の構成員ネルが、レイアポストール、所属の構成員ミエルの契約オーラ数を偽って契約した問題が2つのエデンで問題になっています。情報はどこから？私です。私のエデン、しかも構成員の紋章が輝きだし、契約がなされたことが発覚しました。ですが、その契約する本来のオーラ量よりはるかに少ないことを紋章の気配で感知し、調べたところ、数分前に主様を連れたネルがミエルと接触していたことがわかりました。契約の際に話した内容までは把握していませんが、明らかに少なすぎるオーラ量からしてネルにそそのかされた可能性が大いにあり得ます。なるほどね、ヘブンズハート、最高責任者神はこの言い分に関して何か言うことはありますか？私は能力の究極系、私の能力でその場の過去を確認したところ、ゲール様の言うことに間違いはありませんでした。なるほどね、それでゲールはどうしたいの？ネルの処罰をご所望します。内容としましては10年以上のみがドルエデンの出入り禁止等を考えています。10年？それはさすがに長すぎますよ。本来、契約内容を破り契約するのはこの世界では禁忌中の禁忌、構成員だからこの程度に済ませているが本来は。まあまあ、落ち着いてくださいゲール。ということはミエルに関しては完全に被害者というのがゲールの言い分でいいのかな？いえ、ミエルにも処罰を、被害者とはいえ、簡単な口車に乗せられる方も悪い。仮にも、レイアポストール、の序列4位、幹部の中でも上位にいる立場でありながら。なるほどね、ちなみに罰の内容は、ネルと同様10年のみがドルエデンの期間を禁止、それが妥当かと。厳しいですね。罰ではなく私たち側の話です。私たちは今ご主人含め6人で行動しています。昨日1名新たに専属神が増えました。担当直入に言いますと、ネルやミエルの面倒を見る余裕はありません。罰はいいですが、こちらに面倒ごとを持ち込まないでください。なら2人だけ自己責任で別行動で共にいさせたらいい。ならメリア側には迷惑はいかないでしょ。それならいいのですが、一
きなり一文なしでどうにかしろって言ってどうにかなるほど現実世界は甘くないですよ。それに罰はいいですが、それで万が一死亡、何らかの理由で消滅した場合、ご主人への損失はかなり大きいです。そちらのことも考えていますか？考えている。そもそもこれに関しては主様への見せしめでもある。正当な契約をしなければ従属がこれほど不幸になるという見本になる。そこはネルとミエルの問題であり、ご主人の問題ではないでしょう。なのになぜ悪い見本を見せる必要があるんですか？それは結局私にではなくともご主人に迷惑をかける行為、かなり迷惑この上ないです。確かにそうだね。こちらの都合で帝王様に迷惑をかけるわけにはいきません。そこはメリアに同意です。ならお咎めなしというのですか？それを許したら契約料を偽って契約する従属が増えます。それは秩序の乱れですよ。そうだね、そこはテールに同意かな。とりあえずみんなの言い分は分かったよ。その上で私から意見を言わせてもらうね。実は今回の件、私は全部把握してたんだよ。そうなんですか。なら、その上で言わせてもらうけど、悪いのはミエルです。話を全部聞いていましたが、契約の内容的に不正はありませんでした。そんな、ならミエルが少ないオーラ契約料を了承したというのですか？そうなります。確かに悪質ではありましたが、ネルは契約内容に関して一言も嘘を言っていません。すべて二人の間で決めた内容を遂行していました。ならネルは無罪ということですか？そうですね。でも内容は悪質だったので、私が直接ネルに注意しました。それくらいだと思っています。そんな。ならミエルが話をしっかり聞かないで契約したと。はい、あとミエルはそれ以前に禁忌に触れています。禁忌ですか？はい、ミエルはネルとの契約交渉を行う際、最初に契約料を100万オーラと言っていました。本来、ミエルの契約料は5000万オーラ、1割以下のオーラ料をネルに持ち出した以上、今回罪に問われるのはミエル一人になります。そんな、その上で先ほどの罰の話に戻りますが、私はミエルには本来の契約オーラ料を得るまでの間、テーセリスエデンに帰ることを禁じます。そしてミエルの謹慎の間、ネルにはミエルの面倒を見ることを義務付けます。つまり、ヘブンズハートが面倒を見るということです。ミエルは契約違反とはいえ、帝王様を守る大事な従属の一人、契約した以上はできる限りでもいいので帝王様に尽くしてもらいます。これならメリアや帝王様にも迷惑はかからない。そしてテール側の意見も入ります。どうでしょうか？問題ありません。この事実はいずれ知れ渡るはずです。その時にちゃんとミエルが帰ってこれるようにしっかりテールはフォローしてください。わかりました。ミエルさん、すごく酷な判決をしましたね。元の契約オーラ料を得るって今の状態だと約14万円、実質の迫害通告と変わらない。シンは何か意見はありますか？あの、ネルにはミエルの面倒を見させるというのは理解しました。ですが、もともと偽っていたとはいえ、その後悪質な契約を持ちかけたのは真実です。なので、ミール様の罰を含め、この約1ヶ月間ネルを見たドルエデン内の出入りを禁止をさせます。シン、聞いてました。それをしたら私やご主人に迷惑が。ネルは今主様が成長する手助けをしていると聞いています。私もこの後現実世界に伺うつもりです。この1ヶ月、専属神は目先の目的で主様のそばにいられない。その間ネルに専属神の代役を務めさせます。もちろんこの案件に関してヘブンズハートも総力かけてご協力します。今はその方がメリア様側も都合がいいはずです。そうですね、2人が1ヶ月、それくらいなら問題ないですね。メリアとシンが納得したならそれでいいよ。とりあえずこの話は以上。はぁ、バカ見える。シン、ごめんなさい、強く言ってしまって。いいえ、お互い責任者ですからね。苦労もありますよ。テール、確かに罪を犯したミエルは悪かったけど、それでも絶対にテールだけは見放したらダメだよ。はい、あの子は寂しがり屋ですからね。昭和でもいいから少しはお話の相手ができたらと思います。そうだね、それにミエルは一番偉大なことをしたんですよ。偉大。私たちの使命は帝王様に仕えること、それをミエルは誰よりも早く果たすことができるのです。それは多分私やテール、スティアじゃできません。だから思いを託しましょう。そうですね、私もミエルをつてにできる限りフォローしましょう。それなら私でもできますので。私たちもフォローしますし、メリア様たちもいます。同じ仲間です。頑張りましょう。そうね。それじゃあシン、今から現実世界に伺うんだよね。このことネルとミエルに伝えてくれる。はい、わかりました。おい。いやー、もう会議終わりましたよ。あれ、いつの間に終わったのですか？ついさっきですよ。要件も終わりましたし、帰りましょう。それで結局契約料を偽って契約しても問題なかったのですか？いえ、それに関してはかなり厳しい処罰がおりましたよ。残念ですが。そっか、じゃあ当分は現実世界に出るのは無理か。出る気だったんですか？そうそう、だって1オーラでも契約してしまえば、力は出せなくても主様のそばにいることはできるじゃないですか。だからミエルの案件を聞いたとき、なるほどな。
って思ったんだけどなぁ。そういえばそうですね。別に力を出せないことを条件にすればご主人に害はないのでは。それはダメだよ。それを許したらバランスがおかしくなっちゃうよ。バランスですか。うん、だから帝王様からの契約交渉は禁止というルールをこの世界に設けたのですから。帝王様のお願いを OK にしたら、私だったらすぐに権利全部渡しちゃうよ。確かにミールならやりかねないですね。私だって自分の契約内容には不満があるよ。だって絶対契約無理だもん。ミガドルエデンに存在する全存在の力が本来の帝王様のポテンシャル。私は常にそれのずっと先にいる存在。絶対にたどり着けないゴールなんだから。でもですね、私たちエンペラーベスティアはもともと主様への好感度が高い種族だからね。本当なら契約無視して四六時中主様に甘えたいんですよね。それに、レイアポストール、とヘブンズハート、が主様のそばにいれるのになんて、エンペラーベスティア、は一人もそばにいられないの。ゼーナシオン、もう誰もそばにいないけどね。お願いミール様、私だけ特別に許可して、主様の攻撃側の側近もいるよ。正直嫌だけど、エンペラーベスティア、の案内人としてなら考えなくもないかな。そうですね、いろいろその時にあった子を紹介してくれる人はいてもいいと思いますからね。ねえ、スティア、ちゃんと役割果たせる。任せとき、何せ、エンペラーベスティア、の最高責任者よ。わかった、それじゃあ時間はかかるけど、今から正式な契約書を作るよ。でもオーラを得られない限り本当に力得られないんだからね。いらないいらない、案内人なんだから。ずるいな。まあまあ、その代わりミガドルエデンの案内はミールに任せますから。お願いだよ、そこの役割も取られたら私の存在意義がなくなっちゃうよ。ほらほら、早く契約書を作って、早くしないと主様が忙しくなる。忙しくなったら甘える時間なくなるでしょう。なんでだろう、無償に時間かけたくなったよ。それじゃあ私は現実に帰りますね。二人もお元気で。メリアー、今度時間が空いたら帝王様をミガドルエデンに来るように言っておいてね。わかりました、今度言っておきますね。はぁ、本当そんな役割だよ。もう少しで主様に甘えれる、楽しみご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。